こんにちは、モネです。今日の動画は2020年買ってよかった文房具アイテムを紹介していきます。商品の詳細やどんなポイントが良くて選んだのか、どんな風に手帳タイムに役立てているのかなどをお話ししていきます。手帳を楽しむために使っているものが気になる人はぜひご覧ください。本当にね、おすすめできるものを厳選に厳選を重ねて8つに絞りました。8つってね、ちょっとまだ多い気もするんですけど、もうそれこそね、もっと絞り込みたかったんですが、甲乙つけがたいものばかりがこう残ってしまって、これ以上は無理ということで私の限界でした。きっとね、物欲が湧いちゃうと思うのでご注意ください。どうかお財布の紐は緩ませすぎないようにしてくださいね。責任はね、取れませんので。さあ、何が1位になるか予想してみてくださいね。動画を見てて気になったポイントや質問はぜひコメントで聞いてみてください。動画の感想もいつも嬉しいです。それでは今日も楽しい手帳時間、行ってみましょう。8つもあるのでガンガンいきますよ。第8位は MT のクロマステマットブラック、1個140円ですね。 MT さんはいろんなマステを販売されてます。マットブラックのような単色のものから柄のマステ、クリエイターとコラボしたイラストマステなんかもありますね。そんなたくさんある MT さんのマステの中でも一番買ってます。私はこの1年このマステを何回ヘビロテして買ってるかもう分かりません。2020年の手帳時間を本当に楽しいものにしてくれました。手帳でももちろん重宝していたんですが、今年はスタディープランナーも始めたことで勉強ノートでも大活躍してくれました。主にね、見出しに使ってるんですけど、このまま使うと15ミリ幅なんですが、私は5ミリ幅に切ってから使うことがほとんどです。どんな使い方をしてるか、もっと詳しく知りたい人は、見やすいノートの書き方の動画で紹介してるので、こちらの動画をご覧ください。ちょっとね、ここでマットブラックの耳寄り情報をお届けしたいと思います。勉強ノートを作ってる時にたまたま発見したんですが、実はこの黒マステにシグノのホワイトで書いた文字、なんと消しゴムで消すことができます。これを知ってからは黒マステをタイトルに使うことがさらに増えましたね。ちょっとね、他のホワイトで試したことがないので他で消せるかは未知なんですが、シグノのホワイトだと消せます。完璧にね、白が消えるっていうほど消えるわけではないんですけど、このぐらいまでは消えるので書き直しができるので結構便利です。第7位はプラスのステーショナリーキットチームデミ。色展開は白、桜、根津、紺の4色展開です。私はその中で白を購入しました。チームデミは1984年に発売開始されて、累計650万個を販売したスーパーヒット商品です。それが新しくリデザインされ再登場しました。さらにね、2020年のグッドデザイン賞も受賞しています。ちょっとね、いや、ちょっとじゃないね、結構高かったんですよ。税抜きでこう6000円もするので、なんですけどどうしても手に入れたかったっていうのがありまして、欲しかった理由としては、子供の時の何て言うんですかね、お道具箱、違うな、お道具箱よりは私はミニ四駆のツールボックスかな。それをね、思い出す懐かしさがありました。私お兄ちゃんと弟がいて、男兄弟に挟まれて育ったがゆえなのか、こう遊びや興味を持つものが結構男の子が好きなものばっかりだったんですよね。なので私小学校の頃ミニ四駆やってたんですよ。フレームをね、ヤスリで削ったり、ボディに塗装したり、モーターにグリス塗ったり、なんかクリスマスプレゼントにミニ四駆のコースをお願いしたこともありました。大人になってこんな形でこうあのね、ワクワクを思い出すと思わなくて、思わず手に取っていました。もちろんね、ハサミだってノリだってカッターだって全部持ってるんですよ。ですがこのチームデミはお出かけ用として私は使うことにしました。もう何回か一緒に外作業や出張に持ち歩いてるんですが、テーブルの上はごちゃごちゃにならないし、筆箱に入れるのにはちょっとっていうメジャーやホチキス、メンディングテープなども入っていて、しかもちゃんとケースがあるのでカバンの中でごちゃごちゃにならないし、使い勝手がすごくいいです。そして全てがこう磁石でくっついてくれていて、このデザイン性の高さは持ってるだけでウキウキしちゃいます。
第6位は三菱鉛筆さんのエモット。特に10色セットがお気に入りです。サインペンは私の中で手帳の飾り付けに使う位置づけだったんですが、なかなかこうしっくりくるものに出会えていませんでした。そんな時にエモットが発売されて、まず白いこのペンのねシンプルなデザインに惹かれて手に取ってみました。使ってみたらとにかく発色が良くて色が鮮やかで、そして色数も多いし、色が鮮やかで濃いのに紙の裏写りがしにくい、そして描いたらすぐに乾く、でそんでもって水に強い耐水性のインク、ほんとねありがとうございますっていう感じのペンに出会いました。個人的には10色セットが激推しです。このケースが特に良くて、まず硬くて丈夫。他のこういうセットものってなんて言うんだろうな、こういう透明なケースのものって多いですよね。ちょっと潰れると白く跡がついて、ケースとしてはちょっと脆い。その脆さを感じさせないところが好きです。そしてペンを取り出しやすい設計になっていて、机の上でもこう置いておける感じがまたいいですね。ペン一本一本が細いので、持ち運びもこの厚さと大きさで10本も持ち運ぶことができます。エモットが気になる方、かつ持ち歩く可能性が高い人はぜひ10色セットを手に取ってみてください。第5位はミワックスさんのカッティングマット。白と黒の2色展開で、私は黒を購入しました。こちらもね、グッドデザイン賞を受賞した商品です。本当私グッドデザイン賞っていう言葉に弱いんですよね。カッティングマットはこれまでこの半透明のものを使っていたんですが、かれこれ10年以上使っていて、もうカッターでついた溝がもう大量で大量で、表面がボコボコしてるんですよ。買い替えようと思っていた時に出会ったのがミワックスさんのカッティングマットでした。どうしてもこういう事務用品ってこうザ・事務用品ですっていうのがね、前面に出た感じのデザインのものが多くて、日常的に机に置いてあると事務所感がちょっと出てくるんですよね。今私は自宅が事務所のようなものなんですが、できるだけ暮らしの中に事務所感が出ないようにしたいので、こういうねよく使うものからちゃんと選んでいきたいなって思ったのがミワックスさんを選んだ理由ですかね。っていうことで、このミワックスさんのカッティングマットは、たとえ作業を中断して机に置きっぱなしになったとしても部屋の外観を崩しません。本当にありがたい。おしゃれなカッティングマットを求めてた人はぜひ買ってみてください。第4位はキヤノンさんのインスピック。カラーバリエーションはピンク、ブルー、ゴールドの3色展開。いやー、本当にインスピックを買ってから手帳時間が楽しくなりましたね。インスピックはバレットジャーナルを始めるって決めた時に買ったんですよ。それまで手帳ってスケジュールの管理しかしていなくて、本当遊び心ゼロな手帳だったので、あんまり見返すとかもしてなかったんですよね。インスタの手帳アカウントの人たちをこう見てると、写真を使ったデコをしてる人が多くて、単純に、はあ、私もそれしたいっていうだけで買っちゃいました。今まで日記を書くことはなかったんですが、インスピックを買ってから特別な日だけ写真付きで日記を書くことで、見返すのも楽しくなりました。他にもコレクションページでこう活躍してくれていて、自分の理想の部屋を書き記したスクラップページは私のお気に入りのページの一つです。スクラップページについて気になる人はこちらの動画をご覧ください。インスピックって写真暗くなりませんかってコメントをいただいたんですが、確かに撮りっぱなしのものは暗くなりがちです。なので私はプリントする前に写真の明るさを調整しています。そうすると結構気にならなくなるので、暗くてちょっとなって使わなくなって引き出しで眠っている方は試してみてください。インスピックを使ったコレクションページはこれからも増えていきそうな予感しかないので楽しみです。第3位は10柄押せるスタンプ、ペインタブルスタンプの動物吹き出し。全部でこのスタンプ自体は10種類あります。12ヶ月柄と曜日と天気柄で、リストとメッセージ英語柄、動物吹き出し柄、ビジネス柄、猫柄、メッセージ柄、モチーフ柄、植物柄。私は動物吹き出し柄を使ってるんですが、私のマンスリーログって結構シンプルなので、ただでさえ予定がメインのカレンダーページなんですが、
この動物たちがいることで可愛くなるんですよね。何より私はシンプルが結構好きなので、あまり色や柄を使わないんですよね。このスタンプだと、まあもともと色は黒だし、柄が小さいので主張は控えめだし、でもちゃっかり可愛いみたいな。もうこんなの使っちゃいますよっていう感じで結構使ってますね。カレンダーでは誕生日の記入と家賃の振り込み日に使っています。押されたスタンプのサイズは縦5ミリ、横が20ミリなので、ほんとマンスリーカレンダーにぴったりのサイズ感で大活躍してます。第2位はカールのリフィルメーカー。これは本当に私にリフィルを作る楽しさを教えてくれたものです。最近では脇文具さんで買った下敷きも穴開けちゃいました。下敷きってなくしやすいので、システム手帳の中にこう収めておけてかなり満足してます。このリフィルメーカーはミワックスさんのカッティングマット同様、ザ・事務用品ですっていう感じを出さないデザインなので、机に置きっぱなしでもこう暮らしに馴染んでくれます。この真っ黒なボディがいいですよね。このリフィルメーカーとは別にルーズリーフ用のパンチを仕事の書類をまとめるように持ってるんですが、やっぱりこちらは事務所感出てますよね。なんだろう、やっぱこの色なのかな。もうね、このリフィルメーカーがなければ私の手帳時間が成り立たないと言ってもいいほど手帳時間に必ず出てくるアイテムです。ノーリフィルメーカーノーライフみたいになってますね。そして今年2020年本当に買ってよかった文房具アイテムの1位はシステム手帳です。革手帳の方は SS 革工房さんというところから出されているんですが、現在取り扱いがないみたいです。ちなみにスタディープランナーで使っている透明な手帳は表紙を変えることでいろんな表情を見せてくれる楽しい一品ですよ。どうですか、予想は当たってましたか。本当この1年手帳をノートタイプからシステム手帳に変えて、私の手帳時間がぐっと楽しいものになりました。システム手帳に変えたきっかけは甥っ子の落書きからだったんですが、甥っ子に本当に感謝です。今度お礼にね、トミカ買って実家に帰省しようと思います。システム手帳の良さについてはいつか熱く語った動画を出させてください。そして来年は自分の好きな革でシステム手帳を作りたいななんて考えてます。もちろんね、今使ってるシステム手帳も好きなんですけど、ちょっとね、革が硬くて。レザークラフトってしたことないんですけど、挑戦したいなって思っているのです。まずはね、革探しからかな。いや違うか、革のお店がまずどこにあるか知らないので探さないとですね。今日の動画は2020年買ってよかった文房具アイテムを紹介しました。今回紹介したアイテムたちは概要欄にリンクを貼っておいたので、気になる人はチェックしてみてください。今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよって方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる、私にとって大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。